ネタバレはコメントに書かないようお願いします。書くときは隠して書いてください。ネタバレコメントは削除させていただきますのでご了承ください。人間に、うわー。はい。ということで前回、なんと整えるが人間。心得るに生まれ変わろうとしております。心得る。ダジャレかよ。あとこのうちわは残念ながら非売品となっております。当たり前だ。俺は、なんてことを。そりゃ今まで幾度となく誰かの命を奪ってきたんだろうが。犯人側が勝手に作り出してかわいそすぎるわ。勝手すぎんだろ。許すまじがしゅう。終わりました。ということはロイルはこれからずっと自分の罪を背負って残酷すぎんだろ。そうです、ね。これが、私の責務ですから。ハンナキーは、ロイルの頭部をガチャガチャと触り始めた。これがチップです。え?グレンの、ロイルのチップを手に入れた。探しに来たんですよね。もうハンナキーは敵なのか味方なのか謎すぎますぜ。これをうまく使えば、セキュリティを無効にできます。しかし、それにはダシューさんだけが知る、秘密の部屋を見つけなくてはなりません。秘密の部屋。私が言えるのはここまでです。さあ行って。それだけ教えてくれただけでも十分だろ。だって敵なんだぞ。そういえば、カード交換があったな。私は銀とナオさんに気づかれないように、背後でパッドを確認した。頼むから誰か交換してくれ。身代わりのカード引き取るような奴はいませんって。身代わりのままか。そりゃ、そうだよな。秘密の部屋、急いで探した方がなん。あ、探さないとな。あの、私、心当たりがあります。え?マジ?怪しくない?本当ですか?なぜナオさんが?ある人に教えてもらいまして。ある人って?それは、言えません。でも私を信じてください、マリサラちゃん。ね、行きましょう。はい。まずは、ロビーへ。ある人って三島 AI じゃね?マリサラちゃん。あ、右のやつ邪魔だぞ。よかった、もう元気みたいだね。刑事さん。あの、私たち少し急いでまして。刑事さんもご一緒にどうです、すオーケー、じゃあまた後で。ナオさん怪しかったからついてきて欲しかったが。ダシューさんが見てます。怪しまれないように行きましょう。あれ太郎家の方です。あれ太郎家の方にガシューの部屋、直接聞いてみよう。どうかなさいましたか?いいえ、何も。お困りであれば、何でもお申し付けください。やっぱり教えてくれないか。当たり前ですよ。誰もいませんよね。はい、他には誰も。ガシューの部屋ならもっといい場所にあるんじゃないんですか?ここボロッボロですよ。本当に、ここに秘密の部屋があるんですか?あの、マリサラさん。おそらくですが、部屋に入ったらチャンスは一度きりです。なので、一度チップをチェックさせていただけませんか?チェックですか?はい、壊れてたらこの計画は失敗ですから。お願いします、マリサラさん。その笑顔が楽に怖いんですけど、なんか変じゃね?なんか、おかしい。すみません、ナオさん。私のこと、信じてもらえないんですか?それは、今だけは、ちょっと、すみません。どうして、ですか?なんだか、いつものナオさんじゃないような気がして。泣き落としとかやめてくださいよ。マリサラちゃん。ナオ姉ちゃん。え?なんか私悪者になってる?私だって、ナオさんを信じたい。けど、ナオさんは、何か隠している。ノエル、女の子みたいでめっちゃ可愛い。ジョーのキーホルダー持ってる。マリサラ、また幻影に取り憑かれるぞ。目を閉じて、深呼吸だ。スンダー玉で、もう一度ナオさんを見よう。佐々木、刑事さんといた時の感覚で、サイコロックか。これじゃあ刑事さんに隠し事はできねえな。マリサラの役職もやっぱりバレちゃってそうですよね。動揺している。やっぱりナオさんは何か隠している。感じる、ナオさんの動揺を。刑事さんならどうする?どうやって心を動かす?どうやって、心に触れることができる?刑事さんはな、心臓は静かにじゃあ、刑事さんに心臓は静かにされたい。いや刑事さんって今までこんな風に心に触れてきたのかよ。物理的な方法だ。さあ。こんなんマリサラも一頃ですよ。いや私はコロッと言ってないから。私も心に触れることができたのか。ナオさん、すべてを話してください。何のことですか?私たちはもう、ただの他人じゃありません。仲間なんです。騙されるくらいなら同じ立場に立って悩みたい。全部、お見通しなんですね。私は、嘘をつきました。秘密の部屋なんて、知らないんです。ナオ姉ちゃん。でも、知る方法は、あるんです。どういうことですか?マリサラちゃん、ごめんなさい。マリサラが、ロイルのチップを奪われた。ナオさん、何するんだよ。ご苦労様。この声はまさこいつどんどん勢力を増やしてきてやがる。よくやったね、ナオさん。そう、さん。どういうつもりなん、インチャー。君たちこそ、この後はどういう予定?どういう意味ですか?あのさ、このチップをどうやって使うか、考えてる?それは、わかりません。嘘でもいいから強気でいけよ。てかなんでみんなチップのこと知ってんだ。待ってください。なぜあなたがチップのことを知ってるんですか?あはは、なんでだろう。不思議だね。
く、刑事さん裏切ったの？僕なら解析できるんだよ、このパソコンで。解析、だって最低なやつなん、そのためになお姉ちゃんを利用したわん。君たちと違って、いい子だよなおさんは。さあなおさん、チップを僕に渡して。さっきからだんまりですけど。なおさん。ごめんなさい。うわぁ。なになに、仲間割れ。あ、パソコンを。なおさんはパソコンを奪い、操作を突き飛ばして走り去ってしまった。どういうことなん。待て、チップもパソコンも、どこへ持っていくつもりだ。マリサラ姉ちゃん追いかけようわん、ロビーの方に行ったなん。いやぁ、こんな風にほのぼのしてたら救われますね。あ、みんな元気そう。素敵なイラストありがとうございます。なおさんは、新人地の方へ行ったから。みなさん、どうしました？な、邪魔するなわん、急いでるなん。おう、これは失礼しました。しかし、急ぎすぎて転んでしまっては危険ですよ。どいてよフロアマスターさん、これは何の時間稼ぎ？滅相もない、心配からお声掛けしただけです、どうぞ。なおさんの新人地に向かわないと、なおさん三姉妹愛にそそのかされたのか、ということはあの三姉妹愛は、ガシュウが送り込んだのか、だから時間稼ぎまでして。なおさん、そのチップをどうするつもりなんです。来ないでください。おや、お客さんですか？おう、マリサラさんたちではありませんか？なあ、おっさんのモニターワン。ネコさんに壊されたんじゃ。先生はまた生き返ったんです。私たちを守るために。皆さん、ご安心ください。私が、脱出の手引きをいたします。手引きって、どういうことなん？人工知能の私なら、持っているのです。この施設のセキュリティデータを。そんな、バカな。信じてください、施設内のマップが必要なのでしょう？マップって、ソウさんに秘密の部屋のことは悟られたくない、ここはそこには触れずに行こう。この施設の構造が、わかるかもしれない。ナオさんが持ってきてくれたパソコンがあれば、そのデータを渡せるんです。だから、ナオ姉ちゃんはパソコンを。でも本当に AI にそんな技術が備わっているのか、なんか怪しくないか。なぜ、無理やり奪わせたんですか？時間がなかったもので。マリサラちゃん、先生を疑うようなこと言わないでください。いいんです、ナオさん。さあ早く繋いでください、時間がありませんよ。待ってください。ナオさん完全に三島さんを信仰してますね。何か、怪しいです、ナオさん。なんてこと言うんですか。先生の優しさを疑うなんて、許せません。まあまあナオさん、マリサラさんたちは疲れてるんです。さあ、あとはそこのプラグを。ダメです、ナオさん。できました、これでいいんですか、先生。おわ、さあ。よくできました、ナオさん。あなたは本当に扱いやすい。なんかプロレスラーみたいになってますよ、プロレスラー三島。先生。このパソコンも、チップも、デスゲームに非常に邪魔なノイズだった。でも、これでガシュウ様も安心する。やっぱりガシュウの回し者か。ガシュウ様？ナオさん、パソコンとチップをこっちへ。そいつは、三島先生じゃない、プロレスラー三島だ。もう遅い、チップもパソコンも私と接続された。すべてのデータを破壊する、二度と脱出なんて夢が見られないように。やめろ。メインゲームから逃げるな、人間ども。マイクラから逃げるな、頭が。自分で言ってなんでダメージ受けてんの？ああ、これで脱出も無理か。ぐ。なんだ、これは。エラーが起きました。エラーが起きました。エラーが起きました。くそ、なぜ？一体、何が起きてる？プロレスラー三島で、近くで見たらさほどプロレスラーじゃない。マジでそうでもいいから。うまく、いきましたね。そうみたいだね、ナオさん。ナオ、貴様何をした、こんな。気安く呼ばないで。先生の声で、先生の姿で、私の名前を呼ばないでください。なお。お前、まさか、初めから。私と先生の絆が、そんなか細いものだと思いましたか。ねえマリサラさん、パソコンにあった謎のプログラム覚えてる？え？あのガバダーなファイルのことか。その通り、笑っちゃうよね、ファイル名エッチなファイル。あれさ、解散が用意した奥の手だったんだ。イニシャル H のファイル、実は組織の情報吸収するためのハッキングプログラムだったんだ。ハッキングの H？ え？ハッキング、だと？あはは、消去されるのは君の方だったね。やめろー。え？ソウさんパソコン詳しいの？今そこじゃないだろ、プロレスラー三島。お前はここで終わりだ。人工知能が、消えた。立てる？マリサラさん。で、借りようかな、単純。ちょっと重いな。失礼な。僕はこのまま解析に取り掛かるから、君に役目を伝えるよ。ロビーに全員を集めてくるんだ、頼んだよ。ソウさんの推理書ですね。理解の追いつかない私をよそに、ソウさんはパソコンをいじり始めた。もう何が何だかわかんねえよ。ソウさんがこうやって人望を集めていく。そしてマリサラには誰もいなくなった。すみません、マリサラちゃん。騙してしまって。ナオさん、
いい演技でした。なんで上からなんだよ。いい演技でした、ナオさん。全部理解されたんですか？すごいです。いえ、全く。わからない部分もあるけど。説明します、実は。交換フェーズが始まって、役職カードが配られた時、モニターに偽物が現れたんです。最初だけ信じてしまいました。先生が復活した。でも、すぐに我に返ったんです。偽物は私に、パソコンとノエルさんのチップの回収を命令しました。誰にも相談せず、一人で実行しろ、と。ナオさん、最初の役職交換の時は信じてたのかもしれないですね。いつからソウさんと手を組んだんですか？さっきです、マリサラちゃんたちと M室で会う前。はじめは、すぐマリサラちゃんに相談しようと思いました。でもそれって、偽物も予想してるんじゃないかって思ったんです。警戒がバレたら、きっと偽物は消えてしまう。なんとか、少しでも情報を抜き出せないかって考えました。だからって、陰キャに相談したわん。そうです、陰、ソウさんに相談するなんて偽物は思わないはず。そして、騙されたふりをしたまま偽物にハッキングなんとかを送り込んだんです。ナオさんが、そんなことできるなんて。偽物に信用される、一番の方法は、目の前で、マリサラちゃんと敵対してみせること、でした。それも全部陰キャの作戦だったわん、すごいなん。そうですね、私も陰キャですね。ナオ姉ちゃんは、陽キャなん。陽キャではないです。でも、あのソウさんがボーカスなんで、どう考えれば。私は、ソウさんを信じてみます。脱出のための計画、ソウさんはそう言ってました。お願いです、ロビーに皆さんを集めてください。ナオさん。マリサラがみんなの信頼を得た方法でソウさんも信頼を得ようとしてるんですよ、ソウさん。今は話しかけないでくれる？ムカつくなん。任せてみるしかないか。じゃあみんなをロビーに集めよう。あれ、電気が消えてる？暗闇に、誰かいる。なるほど。あのシルエットはハンナキートレコさん。だいぶ、心をやられてるのかもしれません。私が、か？あなただけ、というわけではありません。皆さん、壊れかけです。みんな？辛すぎる記憶は、忘れた方がいいこともあります。実際、人間の脳はそういう風にできています。皆さんは強すぎたんです。だから記憶を、自ら消せない。だからって、お前の手で消すってのか。アリスの記憶を。辛い記憶だけ、ですよ。楽しかった兄弟の記憶、それを残したまま、嫌な記憶を忘れられるんです。あなたを治せるのは、私だけです。そういうのは無理に消してもダメなんだよ。嫌だ。やっぱり、アリスを忘れることはできねえよ。あいつとの思い出ってさ、そんな多くないんだ。嫌な思い出を失っちまったら、ほとんど残らないよ。だから、欠片ほども忘れられねえ。レコ、さん。わかりました。あれ、マリサラ。レコさん、レコさん、よく言った。偉かった、装置、使わなかったんですね。まあ、な。つれい選択しちまったかな。正しい選択だったと思います。ロビーにいるよ、マリサラ用があれば声かけてくれ。私は、この装置だって、幸せになる一つの方法だと思ってます。どんな風に思われても。なんだその手は、何しようとしてた。霊夢が怒りのあまり威嚇しだした。もう誰も信用できない。脱出の手がかりは掴んだかい、マリサラちゃん。はい。なので、二人ともロビーに集まってください。本当に、そんなことが。ソウさんが今、方法を試してるんだ。ソウさんが。OK だ、半信半疑だけど、やることが終わったらロビーに集まるよ。やることが終わったら、銀で威嚇しようとするんじゃありません。マジで怒ったかんな、許さないかんな。メンヘラになり下がりそう。あれ、九太郎さん。寝てるのか、口元から、血が流れている。九太郎さん、何この急展開。筋肉ゴリラ？はい、ということで急展開を迎えましたね。誰が九太郎を。ですが今回はそんなことよりも、そんなことではねえだろ。これですよ、これ。一番どうでもいいやつ来た。こうやってチップのことがバレていったんですかね。ただ怖いのは、ソウさんがみんなの信頼を得て中心人物になっていくのが怖いな。てかすでにもうそうなってる気がしてならない。もう刑事さんとソウの間で情報は筒抜けなのかもしれない。前回カンナもレコさんにやたらそうアピールしてたしな。マリサラの役職は身代わりだし、これは結構マリサラピンチかもしれないですね。てかこのプロレスラー三島はダシューが送り込んだんですよね。でもダシューはデスゲームを壊そうとしているってホエミーが言ってたよな。でもこの感じ、デスゲームを壊そうとしているようには感じませんね。もう何が真実なのか。それでは今回はここまで。